本日は、メディアの皆様、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。ただいまよりですね、来る3月20日、水曜日、春分の日、東京国立代々木競技場第一体育館で開催します、ケアワールドマックス2024、こちらの、記者会見を始めさせていただきます。こちらはあの YouTube で配信されるということで、ご視聴の皆様も大変ありがとうございます。それではですね、早速、会見に先立ちまして、K1 プロデューサーカルロス・キクタよりご挨拶をさせていただきます。はい、皆さんこんにちは、カルロスでございます。本日はお集まりいただきありがとうございます。ですね、いくつか今日発表がございます。まず、今日ですね、14人それの選手7試合の発表させていただきますが、その前にですね、これまで発表させていただいた選手の中で、2人の選手に負傷がありまして、その2人の選手について発表させていただきます。まずジョーダン・ピケオ選手なんですけれども、アキレス腱断裂という連絡が2月の29日に届きました。それを受けまして、ジョーダン・ピケオ選手、今回の大会には欠場というふうになったことをまずお伝えさせていただきます。それから残念なことに、もう一人、ロシアのセメノフ選手、右手人差し指の中手骨といって、ちょうどこの人差し指のここですね、ここが骨折したという連絡が3月の2日に入りました。診断書もしっかりいただきまして、レントゲン写真もいただきまして、しょうがないということで欠場の決定をいたしました。それを受けまして、2人の選手の発表を本日させていただきます。1人はですね、なにわのジョーカー陸選手、そして、ポーランドのムジンスキー選手、この2人の選手になります。この2人を加えまして、14人で7試合、つまり今回のイベントでは7人の選手が7月のトーナメント参加に決定するということになります。で、皆さんお気づきだと思いますが、じゃあもう一枠をどうなんだということですけれども、この一枠ですね、我々ワイルドカードとして、考えています。このトーナメントの質を最大限に高めるために、このワイルドカードを設定いたしました。この7月の決勝のワイルドカードに誰を選ぶのか、ファンの皆様の期待に応えられるように、最後まで粘り強く考えに考えて、交渉を続けていきたいと思っております。次にですね、カードの発表をさせていただきます。まずですね、アジアの新皇帝、オーヤン・フェン選手に対するのは、ブレーメンの暗殺隊、パスカル・シュロス選手となります。次の試合です。情熱ワジマックス、ワジマ選手に対するのは美しき人狼、オランダのダリル・フェルドンク選手です。そして、アフリカからウガンダの宝石、ウマール・セマタ選手に対する選手は、我々なにわのタイソンと呼んでいますか、中島選手になります。そして、さすらいの鉄人デビッド・キリア選手に対する相手はネクスト・ブアカオと呼んでいます、タナンチャイ選手になります。そしてアルメニアからですね、脳殺の貴公子ゾーラ・アカピアン選手、対するはウクライナの希望タラス・ナショック選手です。そして、ブルガリアの不沈艦、ストーヤン選手に対するのは、これ、新しい選手ですけれども、ポーランドのカスペル・ムジンスキ選手です。そして、灼熱のビッグモスキート、ブラジルのデング・シルバ選手に対するのは、我々大阪のですね、陸、なにわのジョーカー、陸選手になります。この新しい2人の選手ですけれども、カスペル選手ですね、自分の彼自身の SNS のユーザー名に、K1 というふうなことも入っておりますし、それから、昨今ですね、2月に開催されたアイロンファイトの方では、優勝もしていますので、彼、非常に
今回の平和マックスに出たいという意思がすごい我々の方にも伝わってきました。よってこのセメノフ選手欠場によりトーナメント最後の1枠を執念で掴んだラストマンというふうに我々は呼んでいます。執念のラストマンというふうに呼んでいます。リク選手ですけれども、今回ですね、偶然なんですけれども日本人の選手3選手とも大阪出身です。最後にこの大阪の切り札が出てきたということで、リク選手のキャッシュフレーズをですね、なにわのジョーカーというふうに我々命名をいたしました。本日この14人7試合の発表を簡単にさせていただきました。以上です。はい、ありがとうございます。それではですね、ここまでで、記者の皆様、ご質問ございましたら、質疑応答に移らせていただきます。ぜひ挙手の上よろしくお願いいたします。はい、じゃあその菊田さんにそのワイルドカードっていうのに関して、はい、例えばその1回戦7人で負けた中で誰か選出とか、もう全く違う未知の、未知じゃない、強豪選手をチーム的に呼んでくるのかっていう、その辺今のところどういうふうに、はい、今のところですね、新しい選手を、つまりトーナメント7人決まりますよねと、でそのトーナメントをさらに面白くするし、そういうのがワイルドカードですので、我々は日本人外国人とあまり限らずですね、ふさわしいこのケワマックスのですね試合を面白くしてくれる選手を、日本外国あまりこだわらずにですね、選手の選択をしていきたいというふうに思っております。あと先日の石井館長の国民取材でもノイリー選手に出てほしいというラブコールが非常にありましたけど、改めてそのノイリー選手の可能性というのは、はい、これまでのですね、交渉経緯、ちょっとお話はできないんですけれども、今後も可能性は排除しません。一寸先ハプニングですので、最高に面白いトーナメントになるように最大限努力していきたいというふうに思っています。先ほどのワイルドカードの件でもう少しちょっとお聞きしたいんですが、そうなりますとワイルドカードの出場選手っていうのは、現在も進行形の状態で探しているという状態ですか、それとも例えば今回の大会終わった後のファンのリアクションを見ながらこの選手がいいのかなとか、どういった形で今構想を練られているか、はい、現状ですね、交渉が進行していることもあります。それからファンの皆様の期待もどんどんたくさん私の X だけじゃなくて K1NEX もたくさん来ています。そういうことを考えながら、あともう一つは、3月20日の結果、この3つを踏まえてベストな選手というのを選択していきたいというふうに思っております。その時ワイルドカードなんですけども、その欠場した2人が、ちょっと怪我の具合がわからないんですけど、欠場した2人がその回復して3枚でいますよという可能性もあるんですか。はい、我々怪我で出れませんという報告しか受けてなくてですね、そこでその考えストップしてしまったんで、おっしゃる通りその可能性はゼロではないですよね。はい、ただ怪我の状態をちょっと見ながらとも思うんですけれども、ただいずれにしてもその怪我でした選手がこう治ってどうのこうのではなくて、7月のイベントが最大限面白い試合になるようにマッチメイクを考えていきたいというふうに思っています。多分3月の20日、21日がその抽選なので、その時はでもまだワイルドカードはボックスになっているというふうに考えています。いわゆる、はい、空いているところに入りますよね。はい、だから3カードは決まるんですけど、4つ目のカードはだから7人のうちの1人は相手が誰が出てくるかわからないという、そうです、そういう状況で21日を抽選を終えると、そうなりますね。3月から7月まで十分、3月下旬、3月ですから、3月以上ありますので、その空白の空いたところに誰が入っていくのかというのが、今後我々の大きな仕事になっていくというふうに考えています。油断マッチは油断はどういう設定をされますか。3月20日に関しては何試合ワンマッチなんで組まないんですけど、7月7日に関しては1試合ないし2試合は8選手参加のワンデートーナメントなんで、当然マッチメイクはいたします。
でその選考については敗者から出てくるかもしれないし、あとは、まあ日本人の、ね、新鋭だったりとか、ちょっと今回の14人には入らなかったような可能性を秘めた選手が入るのがいいのかなと。敗者からのもう一丁というのはすごく、ね、いい試合やって、例えばファンの人が、ね、あの選手は、ね、惜しくも判定で負けたけどもう一回見たいという声があれば敗者から選ぶこともあるかなと。はい、じゃあここまではよろしいですかね。はい、それではですね、次の会見に移らせていただきます。今回出場する、日本人選手、3名、輪島ひろみ選手、中島玲選手、そして陸選手、3選手決まっているんですが、まだ今回、K1 の会見に参加していないですね、中島玲選手、そして新たにトーナメント出場決まりました陸選手、本日、大阪の方から足を運んでおりますので、ここで登場していただきたいと思います。まず初めに登場は、中島玲選手です。続きまして登場はハイスピードジム所属陸選手です。はい、改めて、ご紹介させていただきます。今回 K1 初参戦、そして、いわゆるプロボクシングから、K1 に転向して、デビュー戦となります、中島玲選手、大阪府池田市出身の、25歳で元プロボクシング日本スーパーウェルター級の暫定王者でございます。今回の対戦ではですね、トーナメント1回戦で、瀬又選手との対戦が決定いたしました。そして、最後の選手のピケオ選手の負傷によりですね、スタンバイしてもらいました、陸選手、大阪府寝屋川市出身の同じく25歳ハイスピードジム所属です。前回のですね12月の、K1 大阪大会では、アビラルヒマラヤンチーター選手から判定勝利で、まあ、カード発表会見からね大暴れだったんですけども、まあ、今日はそういうことは当然ね相手がいないんで大丈夫だと思いますけど、まあ会見からね勇ましいとこ見せてもらって、強豪のチーター選手を破ったっていうのがやっぱりポイントとして、今回は当初は入っていなかったんですけども、最後に、1ヶ月切った中でね声掛けしてもう2つ返事でスタンバイしてもらったんで、その辺の意気込みのところも今日は語ってもらえればと思っております。それでは改めて、中島玲選手、今回の試合にかける意気込みからお願いいたします。はい、はじめまして、ボクシングから来ました、中島玲です。最近、まあ、キック界からスター選手がボクシングに流れてるってことで、まあ、ボクシングから僕がキックに行こうかなと思って来ました。まあ、普通のただのボクサーやと思わない方がいいと思うんで、1回戦の相手のウマール選手、もうすぐ倒して KO で、本戦に出れるよう頑張るんで応援お願いします。はい、ありがとうございます。総合格闘家のですね宇佐美翔パトリック選手、そして、今回の出場も決まっております宇佐美秀メイソン選手とも親交があって、尊敬するファイターは、総合格闘家、故山本キッドのりふみ選手ということで、そのあたりもちょっと、質疑応答で聞いていただければと思います。それでは陸選手お願いします。こんにちは、ハイスピードジムのリクです。今回、まあ、このような形で、大きい舞台でまた、呼んでもらえたことはすごい嬉しいんですけど、
まあ場違いやなっていうのはみんな思ってるんで、そこはもう何も失うもんないんで、その強さをもう、しっかり出して1回戦とりあえず、KO で勝って7月本戦に出場したいと思います。応援お願いします。ありがとうございます。それでは、質疑応答に移らせていただきます。記者の皆様ぜひ両選手へご質問をお願いいたします。まず中島選手に伺いたいですけれども、はい、K1、はい、初参戦でいきなりマックスのトーナメント出ると、周りの反響というのはいかがですか？まあ、やっぱりボクシングと違ってすごい反響はあったんで、まあ良くも悪くもいろんな反応があって、まあ注目されてるなっていうのはすごく感じるんで、はい、嬉しいですねやっぱり、はい。どんな言葉がありましたか？まあボクサーはローキックでやられろとか、まあいっぱいそういうのあるんですけど、まあ多分僕にローキック多分当たらないんで、はい、そういうところを見てもらえたら、はい。幼少の頃に空手、キック、はい、やられてたと思うんですけど、はい、どのぐらいやられてたんですか、年数的に？あ、でももう空手は極真空手をやってて、3歳からずっとやってて、高校からボクシングに変わるんですけど、それまでの間はもうずっと空手とキックやってましたね、はい。じゃあローキックは問題ない？まあ問題ないですね、はい。もう今までの多分ボクサーとは多分全く違うんで、そこを楽しみにしてもらえたら、はい。ボクシングの活動期間中はもちろんキックの練習はしてなかったと思うんですけど、 そうですね、はい、そこら辺は問題ないですか？もともと僕蹴り主体の選手やったんで、ああ、まあ、逆にボクシングに行ってパンチの技術が向上して帰ってきたみたいな感じで思ってます、はい。ちなみにキッドさんはもともとマサトさんめっちゃ大好きで、それまで総合格闘技全然見てなかったんですけど、マサトさんとキッドさんの試合見て、マサトさんからキッドさんになりましたね、はい。どんなところがかっこいいですか？いや、やっぱ僕も身長ちっちゃいんで、身長ちっちゃい選手がやっぱ大きい選手倒してるのって、やっぱ子供の頃見てたのってすごかったですね、やっぱかっこよかったです。ありがとうございます。陸選手に伺いたいんですけれども、まあ、欠場の選手が出て自分がみたいな感じにはなってはしまってはいるんですけれども、自身ではそのオファーをもらった時はどんな気持ちだったんですか？オファーもらった時の気持ちですか、はい、間違い電話かなと思って間違い電話、はい、ちょっと思いましたね、はい、はい、間違えてオファー来たんかなと。でもさっき知ったんですよ、これピケオ選手の代わりですかね？そうですね、代わりにならん、絶対にならん。いやでもね、やっぱりピケオもうこれもうほんま運やと思うんですよ、もうほんまに運、そう運で、とりあえずもうこうやって皆さんもカルロスさんも初めてこの間 K-1 出させてもらって、アビラル選手っていうああいう偉大な選手とやらせてもらって、まあ、そこで結果残してこうやって今オファーもらえてるんで、そこは自信持って、もうほんまに何回も言うように今もこういろんな選手おるんですけど、ちょっとちらほら調べて、やっぱもうみんななんかベルト持ってたり、この中島選手もすごい選手だって聞いてたんで、もう僕だけですよね、なんかもうびっくりするぐらい誰みたいな。僕もちょっとファン目線で海人選手と野入選手来るんちゃうかってずっとドキドキしてたんですよ。うわこれ絶対おもろいなみたいな思ってて、間違い電話来てびっくりして、まあでもやっぱりそこはもう自信持って、失うもん何もないんで、1回戦とりあえず突破して、本戦に出れるように頑張りたいと思うんで、お願いします。今回のそのトーナメントのメンバー見て、どんな気持ちだったか、まあワクワクもされてたかもしれない。いやー、ね、ここに野入選手と海人選手入るんかって思うと、めちゃめちゃおもろいカードやなって思ったんですよ。しかもやっぱり小山選手やったり、まあ、和島さんとかいろんなこう、まあ、ピケオ選手もそうやったんですけど、本当いろんな、この間これあれですよね、海人選手とやってた人ですよね、この人ってグローリー、あ、そうです、東山選手、はい、
この見てたんで、やっぱ同じ階級やって注目もあったんで、もうみんないろいろちょっと調べたりしとったんですけど、まさか自分が入って戦うなんて思ってなかったんで、ほんまラッキーやなーと思って、もうほんま暴れ回ったろう思って、かき回す感じでちょっと行ったろうかなって思ってるんで、はい。ちなみにその、まあ、全選手はもちろん揃ってなくて、その組み合わせが決まってないんですけども、トーナメントの誰が優勝すると思うんですか？輪島さんでしょう。あ、違う、間違えた、俺や。間違えました。決勝じゃあ輪島君。そうですね、もうあの7月にね、ちょうどクラッシュ出させてもらった時に、あの時ずっと輪島さんにあのと一緒に今までやってきたんですけど、まあそこでこう同じ団体になって、まあ、あのいつかちょっと超えたいなっていうのをマイクで言えて、もう1年も経たずにこういう同じ舞台で出させてもらったのはすごいこう感情深いものがあるんで、もう友達じゃないですか、こう知り合いとかそういうのなしで、まあ本気で最後ぶつかえるようにまず1回戦頑張ります。ちなみに輪島選手から何かありました？はい、もう相手誰なんとか言っていろいろあったんですけど、まあ輪島さんの相手もまあ強くて、輪島さんもめちゃめちゃ練習頑張ってるんで、まあそんな今はもう土曜日のチーム吉坂でしか今一緒に練習してないんですけど、まあそこでいろいろ話し合ったり、いろいろこう頑張ろうなってお互い声かけてもらったり、本当刺激もらってるんでって感じです。ありがとうございます。はい、お願いします。輪島選手の質問ですけど、はい、あのキックボクシングの練習状況ね、はい、いつ頃からとか誰とやってるかとかっていうところ、ね、キックの練習はそうですね、キック自体まだボクシングつい最近までプロボクサーとしてやってたんで、本格的にキックの練習始めたのはここ1、2ヶ月ぐらいなんで、まあでも問題ないですね、はい。誰と？あ、今いろいろいろんなところで練習行かさせてもらってるんですけど、まあ、3K のジムでスパーリングとかはさせてもらってますね、はい。であとはパンチの練習でボクシングもまだ練習してるんで、はい。あと宇佐美兄弟との関わりというのはどういった感じですか？あ、ちっちゃい頃に空手を一緒にずっとやってて、で高校と大学とボクシング部があのパトリックの方は一緒やったんで、はい。空手道場が同じ？空手道場が一緒でしたね、はい。お二人から何か今回アドバイスとか言ってとかってことはありますか？あ、もうかましてきてって感じで話はあるんで、メイソンはもう同じ日に試合があるんで、まあお互い勝ってその日はうまい飯食おうっていう話してます、はい。あとまあキックボクシングっていう、まあ、空手時代含めて蹴り技得意って話でしたけど、はい、どういった蹴り技が得意？蹴り、まあ、全般的に蹴りは蹴れるんですけど、まあ、ただ今回ちょっとボクシングから来たということで、やっぱ最初の試合はやっぱボクサーとしての強さを、今ここ最近ボクサーがキックに来たら弱いとかいろいろ言われてるのが僕も腹立つんで、ちょっとそのボクサーとして強いっていうのを見せれたらと思ってます、はい。あと今回セマタ選手っていう話が決まりましたけど、はい、はい。相手の映像を見たりとか何か印象、まあ、印象は特に、まあ、ただ、まあ、自分の戦いをすれば、まあ、多分おのずと多分倒れてると思うんで、はい、特に動画見てあこうやなとか思ってはないです、何も 思ってないですね、はい。どのパンチで KO勝ちしようみたいな、どのパンチ、もうまっすぐストレートで落としたろうかなと思ってます、はい。対戦相手の印象ですか？190センチで怖くて胸にベルトのタトゥー入ってるっていう感じです。これタトゥーなの？タトゥーなんですよ、これビビったんですよ、なんかいや分からないですけど、そんな感じです。ダメだったら、ああそっちか、ああ入った、まあやっぱ長くて手足長いんで12センチ身長、そうですね、はい、12センチですよ。ピケオ選手と変わりたいなって思うんですけど、
ほんまに、まあ、もうここはもう、ほんまに、用意どんでいかないと、ほんまに、一発奇跡起こしちゃろうかなと思ってるんで、そんな感じで、はい、とりあえず1回戦、この190センチ、倒れるところをみんなに見てほしいなって思います。もうジョーカーいや誰ですか、何話のジョーカーってつけたん。ちょっとなんかびっくりした、なんかもっとかっこいいのも来るんかなと思ったんですけど、皆さんちゃうっすね。いや、ちょっとみんなでね、ホビー考えるのが得意な人で、ちょっと急遽っていう部分もあるんですけど、ありがとうございます。ただやっぱりここでね、見せるものがいい勝ち方知ったら、やっぱそこのね、名前変わります。はい、ぜひファンの皆さんもね、何話のジョーカーで今回はね、決めたんですけど、リク選手の今回の戦い見てもらって、もっとふさわしいのがあるようでしたら、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。で、まあ、ジョーカーの分かるんですけど、はい、ジョーカーぶりっていうのを、そうですね、ジョーカーぶり見せれたらいいなって、ほんまにもうこんなん用意どんでいくしかないじゃないですか。もうほんまに書かんといてくださいよ、用意どんって来るって書いてるって言わんといてくださいね、相手にバレるんで、僕の作戦がスッと避けられちゃう、はい、スッとやられてバーン行かれるんで、ほんまにやめてくださいね、そこだけは。いや、これはもう放送されるんで。え、そうか、訳されちゃったりして、訳さんといてください、翻訳の人訳さんといてください、頼みます。山本義夫選手に憧れてる、ファイトスタイルの面でも早瀬さんに憧れてる。そうですね、ファイトスタイル、何ですか、爆発力というか踏み込みの速さというか、やっぱり、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱちっちゃい選手が大きい選手倒すのってやっぱめっちゃ見てて興奮したんで、僕もそんな試合をしたいというか、てかもうします。はい、まあ、キッドさんより強いような感じで、はい、確かやっぱりボクサーの、はい、まあ、基本のスタイルってやっぱりパンチしたいじゃないですか、はい、ボクサーのパンチっていうのは違うと自分で見てるんですか。まあ、ボクサーのパンチは違いますし、多分ボクサーの中でも多分僕のパンチはちょっと違うんで、はい、そこを見てもらえたら。はい、ありがとうございます。続いてございましたら、お願いします。中島選手にちょっと質問したいんですけど、はい、今回ちょっとプロフィールを拝見させてもらった中で、はい、その2016年に交通事故で、はい、船を落とし、そして、はい、で3年、ブリブリで復活を果たしたんですけど、はい、結構普通に聞いたらすごいことだなと思ったんですけど、これ、格闘技に対するその情熱とか、どうしてそういうことがあったかとか、あとその、交通事故、もしも言える範囲で、そういったことどういった事故だったのか。はい、大学が決まってちょっと気が抜けてる時期に、まあ、免許取り立てっていうのもあって、友達の車の後部座席に乗って寝てたら、起きたら気づいたらもう病院で首固定されてるって状態やったんですけど、まあ、でも逆にそれで最初いろいろこうしびれで手足がうまく動かなくて、もう車椅子生活で自力で生活できるところまで戻そうっていうのが最初やったんですけど、まあ、次の日起きたらしびれが全部取れてたんで、ああ多分もう自分は格闘技で生きていく人間やって、逆にその時にこう心に決めたというか、はい、があったんで、僕は逆にその事故があって今があるというか、はい、良かったです。はい、結構その経験が逆に今の自分を作ってる。そうですね。はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、たくさんのご質問ありがとうございました。それではですね、両選手の、会見は以上とさせていただきます。中島選手、陸選手、大変ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、そしてですね、最後の発表ございます。今回ですね、このトーナメントと、K1 対ライズの5対5全面対抗戦、そして2つのタイトルマッチスーパーファイト、プレリミナリーファイトまで、決定して発表済みなんですけども、ここに来てですね、1カード1マッチを、発表させていただきます。アンダー 64.0kg 契約の、1マッチとなります。赤コーナーザウルスプロモーション大沢文也選手、対します青コーナーチーム K ブルードッグジム所属豊選手、こちらの、初対決が、ワンマッチとして加わりました。大沢選手はですね、昨年12月の、試合が、クラッシュのリングが最後で今年初ファイトになるんですけども、まあ非常にあの対戦カード多いんですけども、ここでですね、あのワンマッチ、あの元気のある試合を追加できないかなというところで、スタンバイできる選手探したところ、大沢選手が、スタンバイしてくれて、であの豊選手は、まあ、あの先ほどのですね、中島選手もそうなんですけど、まあ、プロボクシング出身で非常にあの高い KO 率を誇る17勝のうち 10KO が、マークされている非常にアグレッシブなファイターなんですけども、あの1階級上のですね、大沢選手、大沢選手は通常 62.5kg のライト級で戦っていて、豊選手は1階級下のスーパーフェザーなんですけど 60kg なんですけども、まあ、大沢選手との対戦相手を、考えている中で、すぐ手を挙げてくれたんで、まあ、これはあのちょっと激しい試合になるだろうと、まあ、豊選手がどれぐらい、ね、パンチで、前に出て、で大沢選手はまあ非常に K1 でもクラッシュでも55戦のキャリアあるんですけども、あの昨年はちょっとあの延長戦でね、あの大谷翔司選手に敗れて、ちょっとね残念な形に終わってるんですよ。もともとやっぱりあの K1 のトーナメントでも準優勝したりとかですね、クラッシュのチャンピオンにも輝いているファイターなんで、まあ、これを2024年の飛躍のね足がかりとできるかという試合になるかと思います。1カードが追加になっております。はい、であの最初に質疑応答させていただいたので、特にあの菊田プロデューサーと私への質問は特に改めてなしで大丈夫ですかね。もしあるようでしたら、はい、お願いします。ズバリ言ってですね、あのいい質問だなと思うんですけど、あのですねちょっと最後に言おうと思ったんですけど、まあせっかくなんでありがとうございます。あの何でしょうね、僕もですね、あの結構ね10試合から12試合ぐらいが好きなんですよね。ちょっとこれ僕の話になっちゃうんですけど、ただやっぱりあの、まあ、今回は K1 ワールドマックスという形になったんですけども、今までケーズフェスタという形で、まあ、年間最大のビッグマッチという流れで4回5回ですか開催して、やっぱりねあの地方からね、あの東京まで見に来られるお客さんとか、やっぱりいろいろファンの方の声聞くと、やっぱりたくさんあって、まあ、途中ね段階か休憩入って、やっぱりたくさん試合が見られる、たくさんの試合が見られるっていうのが、3月の K1 のいいところじゃないかっていうやっぱ声もあって、まあ、もちろんね、イベントとしてね最初から最後まで見たら非常に大変なんですけど、途中やっぱりあのよろしきところで休憩取りながらあの楽しんでいただくと、特にまああの今回が16名っていうね画期的なあの規模で、当初にはね当初は予定なかったんですよね、トーナメントはねあれだったんですけど、あの16名でやってみようじゃないかと、で7月までつながるっていう流れがあるんで、まあ、これはあのロングランの20本戦でいうとプレリミナリーファイト入れると20今6 4試合25試合ぐらいですか、はい、延べに渡るんですけども、まあ、それがねいかにあのお客さんがあの疲れないように見せるか、うん、だからあのそういうタイムスケジュール試合順もこれから調整していくんですけども、まあ、あのもちろんね前半が面白い見どころあるカードがファンの方はねいろいろやっぱり5対5の対抗戦がね肝だと思う人もいるだろうし、外国人の初来日のファイターがね楽しみな方もいるだろうし、タイトルマッチだったり、うん、それはまあ途中途中ねちょっとあの休憩しながらね楽しんでいただければと思ってます。それとあの今日が3月5日で、3月の金曜日ですね、3月8日金曜日に、今回先週の段階で K1 2つの会見を今週行いますと、
案内させていただいてるんですもん。3月8日に最後の1カードを出します。はい、これはちょっとびっくりするカードかなというか、ちょっと趣が今まで発表しているカードとはちょっと趣が違うカードなんで、それはね、とどめの一撃としてファンの皆さん楽しみにしていただければと思います。ちょっとなんだろう、 K1 がちょっと広がるカードですかね。そうですね、そうですね、ちょっと菊田さん、そこのびっくりです、ね、今回の試合がね、はい、多いんじゃないかとゴングの熊久保さんから指摘があったんですけど、追加カードも含めて菊田さんお願いいたします。そうですね、試合も、試合もそれ組むんだっていうのがあるんですけど、それ以上にちょっと K1 がそこ世界に広がっていく感じが少し出ていく発表になると思います。3月8日金曜日です。皆さんどうぞご期待ください。続いて、追加でご質問ございましたら受けたまわります。いかがでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。本日はお足元悪い中、メディアの皆様、お集まりいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。いよいよですね、15日に後に迫りました、3月20日 K1 ワールドマックス2024代々木大会、今後もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。